パニールパニールはインド、パキスタン、アフガニスタン、イランなどの地域で一般的に使われるチーズのこと、およびそのチーズを主材料に作られた料理名。水牛の乳や牛乳を温め、レモン、またはライムの汁、酢など酸性の液体でタンパク質および脂肪分を凝固させて乳性から分離したカッテージチーズをインドなど、 南アジア諸国では、チェナーと呼び、それを押し固めたものがパニールである。外見は豆腐に似ている。チェナーは、パニールにするほか、ネッテカシなどにも用いる。油で揚げたパニールパニールティッカインドでは、パニールを食べやすい大きさに切ってから油で表面を、揚げて、料理に加える。サーグにパニールを加えた、サーグパニール、または、パーラクパニールや、グリーンピースにパニールを加えた。 マタルパニールが有名。数あるインド料理の種類のうち、パニールは特に、ムグライ料理やパンジャーブ料理で特に多く用いられる。ヨーグルト及び各種スパイスでマリネしてから串に刺して、タンドールなどで炙り焼いたものは、パニールティッカという。アフガニスタンでは、球状に固めたパニールをパニールホムと呼び、固める前に塩を加えたパニールは、パニールショールと呼ぶ。アフガニスタンでは、 パニールを料理に使うよりも干しぶどうと一緒に、間食として食べることが多く、この組み合わせをキシミッシュパニールと呼ぶ。イランでは、牛乳やヤギの乳から作るフェタチーズに似た製法の、チーズのことをパニールと呼ぶ。なんと、パニールにラディッシュ、青ネギ、コリアンダー、クレソン、タラゴン、ミント、バジルなどのハーブや、イクノナを取り合わせたものは、イランの食卓には欠かせない。食べ方は、 何にパニールを伸ばしてから野菜やハーブを乗せて食べる。ムガル帝国の宮廷料理を起源に持ち、主にレストランや祝いごとの席で供されることが多い。もともとパンジャーブ地方の郷土料理に橋を発するが、主にインドパキスタン分離独立によるパンジャーブ出身者の移住に伴い、インド各地及び国外に広まった。ギーやクリームを多用した濃厚な味わいが特徴。 前述のムグライ料理と合わせ、北インド料理レストランのメニューの主流を占めている。このことを端的に例えて、ナーロパニーロサブズイ、ホルダンという言葉もある。ありがとうございます。